るくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。サラちゃん見てるくるぶしです。ちょもです。中川に浮かぶ夕日をめがけて。OK。 俺中川生まれです。あ、すげえ。中川五丁目生まれです。俺は中川の橋の下で生まれました。はい、本日はですね、ロケなんですけれども、またロケ。それバチェロレッテのスギちゃんじゃない。知らないし。まあ11月5日に誕生日を迎えまして、おめでとうございます。ありがとうございます。36になったんですが、嫁にですねプレゼント何が欲しいのって言われて、俺分かんなかったんですよ。で俺はねカメラを買おうと思ってたんで、うん、今カメラ買おうと思ってるっていう話を全然違う日にしたら、私が買うよと。なんていい奥さん。考えられ。前の XA5 っていう富士のカメラよりはだいぶちょっとね値が張るやつ。いや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 、クルチョモチャンネルの中で今最強を誇るカメラになりましたよ。そうかな。はい、じゃあそれをね早速ご紹介したいと思います。嫁に買っていただいたカメラこちらです。富士フィルム XS10。 はい、富士の XS10、 約30万ぐらいの XT4 の機能、同じような画質が撮れる。いや、すげえ。コンパクト型。いや、すげえよ。で、バリアングルも。めちゃくちゃかっこいい。ちょもちゃん、これね、握ってみてください。グリップがめっちゃ深くて。あ、めっちゃいいんすよ。これはいいぞ。なんかその富士のカメラのさ、うん、そのファインダー丸いのかっこいいよな。もうこういうファインダーね、覗くとこ、ね、かっこいいな。で俺見たんだけど目が悪くてあんま見えないっていうね。早速今日は、初めてちょっと外で撮ってみようということで、いやー撮りましょう撮りましょう。2人でですね柴又勝ちちゃったまだ来たことないですもんね、初めて。あの結構ね映えスポットがいっぱいあるんで、ちょっとカメラを撮りつつ2人でちょっとはなんか歩いてなんか食べたりしていきたいと思いますんで、はい、それではじゃあ早速行きましょうか。はい、はい、それではレッツゴー。すげえなんか今ちょっと工事中。そうね、うん、あそこに、トラさんの銅像が、あれなんだっけ、さくら、わからんけど。ちょっとね早速、参道をちょっとブラブラしていきたいと思います。うわあ、やつは、あーいいね。もうでもほんまに、うん、できないですね、好きな人だから、うん、あーそのトラさん、うん、そうだよね。もう街そのものがセットみたいな感じですよ ね。映画村おるみたいな感じ。そうだね。トラさんは見たことあるの？ない。一切ない。俺もこの間見たんですけど、うん、5分でやめました。これはもうすごいな。あ、これすごい駄菓子屋、ここいいんすよ。今なんかトラさんサミットっていうのがやってますね、これ。いいなぁ、いいよね、いいなぁ。うわ、炭焼きうなぎ、いいなぁ。うなぎ元店員。この提灯とかいいよね。ちょっと写真はちょっとね、チョモちゃんにお任せして。写真撮らんの？撮るか。ちょっとシャッタースピード変えました。お、すごいね、すごいね。エビスや。まあ、そんなに長い参道ではないんだけど、
結構ね風情があって、やっぱりでもあの柴又って言ったら団子なんじゃないですか。団子、はい、あ、トラさん家も団子屋じゃなかったっけ。ああ、いいね、すごくいいね。ってかなんか、うん、もうこの画面の画質が綺麗。あ、そうね、うん、モニターがいいし、うん、解像度が高いね。そうね、モニター自体のいいね。よいしょよいしょ、じゃあ参道に入ります。大釈天参道、いやー、昔ながらのおもちゃいいっすね。もうほんとでもここはちっちゃい頃は変わんないですね。あ、そう、うん、団子あるやん、草団子いいね。この辺のお店やったっけ。ここや、ここや、ここじゃん。トラさんチーですか。うん、はあ、ちょっと 家かどうかわからんけど、なんかそうだよね、なんかでもどっかあるよね、うん、ここっぽいな。でもあの感じやったと思う、な、中が。あ、なんかあの焼き鳥みたいに外で団子焼いてたりするんですけど、それもうやってないのかな今は。やっぱ、あ、うん、焼きたての団子がねめっちゃ美味しかったんですよ。いや美味しいやつ、うん、でも今年はあれじゃない、大晦日とかさ、うん、年明けこの初詣とかさ、やっぱりちょっと難しい、うん、まあまあまあね、そうね、だからちょっと退職点でさコロナの収束を願いましょう。そうね、うん、うわこれ退職点ですね。よいしょ、僕の気持ちを今歌にしてみる。花には水を、街に明かりを、時には嘘を、君には愛を。